今日のお題はリオナソーセージだよ。前回のソーセージのところで言われていたね。そうだね。リオナソーセージはフランス第二の都市である。フランス中部のリオンを発祥とするソーセージだよ。リオナというのは、そのリオンが由来なんだね。そういうこと。アトリオナソーセージとは、牛の腸の中に豚肉や牛肉、豚脂肪、そこにグリーンピースやピーマン、人参などを詰めてスモークしてから茹でて作られる大型のソーセージのことだよ。だけど一般的には牛の腸を使ったソーセージはリオナソーセージと表記されているね。お店ではあんまり見たことがない気がする。商品名にリオナがつかないこともあるから探してみると結構あるものだよ。